皆さんこんにちは。県民リポーターの土湯温泉観光協会青年部渡辺ジュリアンと申します。これから土湯の新しい情報でしたりおすすめのスポットをご紹介したいと思います。それでは行きましょう。はい、じゃあ今日は土湯でも有名な餃子屋さん弥勒さんを紹介したいと思います。じゃあこちらです、どうぞ。こんにちは。いらっしゃいませ。はい、じゃあこちらが弥勒の若菜さん渡辺光大くんです。こんにちは。相変わらずムキムキやな。ありがとうございます。じゃあ早速おすすめの餃子をお願いします。はい、お待たせいたしました。こちらが今日ですので開運満月餃子でございます。出た、数でかくて綺麗な円盤ですね。ありがとうございます。当店の名物メニューになっております。はい、じゃあこれいただいていいですか。はい、なんですが今日は餃子を2種類ご紹介させていただきたいと思います。お、はい、こちらが当店のカレー餃子とあと筋肉餃子になっております。筋肉餃子、はい、この筋肉餃子をいただきたいと思います。上に乗ってるのはわさび。はい、わさびです。はい、じゃあ醤油で、はい、わさび醤油だね。いただきます。うん、さっぱりしてる。メインの具材は鶏むね肉、使っております。すごくヘルシー。はい、カロリーも抑えて脂質も抑えて、でなおかつ高タンパクの餃子になっております。あ、毎日食べてるね。はい、毎日食べてますそれはムキムキになるね。はい、じゃあ続きましてカレー餃子をいただきたいと思います。このままいただきます。めっちゃカレーだね。ありがとうございます。うまい。お年寄りからあの子供まで、で なおかつお風呂上がりのビールのお供にもすごく合うと思います。絶対合うね。美味しい。ありがとうございます。ぜひ皆さんも弥勒さんお越しください。お待ちしております。